All right. Welcome inside the Virtual Media Center here at the ANA Inspiration. Just a reminder, before we get started, we do ask that you keep yourself muted until you have a question to ask. But with that, I am pleased to be joined by the 2019 AIG Women's Open champion, Hinako Shibuno. To get ourselves started, I do know that Shizuka, you do have a question. So I will pass it off to you if you'd like to start things off and unmute yourself. Yeah. お疲れ様です。お疲れ様です。暑いですか？暑いです。すごい。質問させてください。はい。全英女子の時に、はい、ご自身の課題に職を挙げてたんですけれども、はい、その全英女子が終わってこの試合がなかった間に、まあ、ショットでもいいんですけれども、もし何かこうすごく取り組んだことがあれば教えていただけますか？はい、まあ、ショット2週間ほど時間があったので、もうほぼゴルフ場にこもってずっと練習していたんですけど、まあ、ショット特に何かを取り組んだっていうよりかは、まあ、18ホール毎日ラウンドする中でしっかりピンを狙っていくっていう、本当にそれぐらいの練習しかしてないぐらいで、まあ、その中でしっかり触れるようにってい もう気持ちの問題というか、そういうのを気をつけながらやってたぐらいですかね。まあ、練習をこなして、はい、で今回そのアメリカ本土で、はい、市にとって初めてのメジャー大会になるんですけれども、はい、今のお気持ちっていうのはいかがでしょうか？まあ、2週間経ってやっぱり気持ちも楽になってきて、この2週間でだいぶそのプラス思考な部分も戻ってきたので、今回はまあ調子もちょっと戻りつつはあると思うので、ちょっと楽しみな気持ちはあるかなと思います。最後の質問です。はい、むちゃくちゃ暑いと伺ってるんですけども、はい、渋野さんにとってこの暑さっていうのはこう、はい、今までで一番っていうぐらいの暑さなんですか？いやー、もう初めての経験ですね。1日で1週間分の汗がこの間出ましたね。この何日か前に47度ぐらいの時はもうびっくりしましたね、本当に。でも乾燥してるからか、まあ、日本の蒸し暑さほどではなかったので、蒸し暑さはけど、やっぱり汗がにじみ出てきてたので、もうびしょびしょでした。何か暑さ対策というものでこう取り組んでることっていうのはありますか？氷のはやっぱり持参してもうずっと持っている状態にしていたので、まあ、そこは試合中も持っていきながらかなと思ってて、あとは、まあ、塩分補給は大切だと思うので、飴を食べながらとか、まあ、塩分の入ったお菓子を食べるとか、そういうのは気をつけてました。私からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。 All right. If you also have a question, you may also unmute yourself. 竹川です。お疲れ様です。こんにちは。先ほどは、はい、ありがとうございます。今週よろしくお願いします。お願いします。まずこのメジャーのコースの、来られて何ラウンド結局したんでしょうか？2ラウンドしました。今日が9ホール。はい。月曜日1ラウンド、はい、火曜日ハーフです。ハーフ、はい、今日は、前半の9ホール。はい、はい。コース率直にいかがですか？まあ、ヘアウェイに関してはそこまでランが出ないなっていう印象と、あとラフも、ヘアウェイの横のラフは結構長さが揃ってるかなって思ったので、結構埋まりやすいのでちょっと難しいなっていう印象もあるんですけど、グリーン周りのラフに関しては長さがちょっとムラがあるので、沈むところもあればちょっと浮いてるところもあったりするので、そういうのをちょっと見分けながらやっていかないといけないのかなとも思って、でグリーンに関してはやっぱりここ最近ではちょっと早い印象なので、まあランの計算とかも必要になってくるんじゃないのかなと思いました。
まあ、前衛とは全く違うタイプのコースですけども、はい、こういうコースの方がどうでしょうか、お好きでしょうか。個人的には好きな方かなと思います。なかなか去年までのスコアがあんまり参考にならない気持ちがあるからですけども、うん、はい、ご自身ではどれぐらい続き目指していけそうな感じですか。そうですね、とりあえずアンダーが出せるように頑張りたいなって思ってます。初めてのアメリカ。はい、合宿で一度来させていただいたので、2回目渡米は2回目になります。それは いつどこにいらっしゃったんですか。今年の2月3月ぐらいなんで、まあ、コロナが流行するちょっと前ぐらいに来てたんですけど、まあ、そこはロスの方で。それはどっち。ロスで。はい。じゃあまた同じ先週ロサンゼルス。そうです。はい。いらっしゃるんですね。はい。いろんなコース回られて。いや、一緒、同じところ。はい、同じところで回ってました。あ、そう、そうですか。はい。アメリカの生活そのものはいかがですか。うん、でも自炊しながらマネージャーさんが作ってくれたりしてたし。まあ、自分でもちょっと手伝ったりとかしながらだったので、まあ、日本食が基本多かったんですけど、その中でもまあテイクアウトでハンバーガー食べたりとか、まあ、食事に関してはちょっと満喫できたかなと思います。今週ちょっとまあプレッシャーがないといいなと思ってるんですけども、はい、その辺はどうでしょうか。まあ、特にやっぱり前回の前衛に比べたら気持ち的には楽な感じで臨めるんじゃないのかなとも思うので、特に自分に期待はしないようにキャディーさんと相談し合いながら、とりあえず熱中症にはならないように本当に体調には気をつけて回れたらなと思います。一番キーとなるところとかって最後に教えてもらえますか。ご自身のキーとなるところとか。そうですね、とりあえずもう個人的にはパーオン率を上げたいなと思っているので、やっぱりティーショットの正確性も、はい、ヘアウェイに置くことも大切だと思うんですけど、はい、パーオン率を上げれるように、まあ、そうしたらボギーの数も少なくなるし、うん、バーディーチャンスにつくことも多くなると思うので、私の中ではセカンドショットとかサードショットが、まあ、大事になるかなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。 All right, I see a hand raised by Ringolf. If you'd like to unmute yourselfYouTube のゴルフチャンネルのリンゴルフの竹内と申します。よろしくお願いします。渋野プロ、非常に暑い中お疲れ様です。ありがとうございます。質問です。はい。ミッションヒルズのミッションヒルズカントリークラブのメンバーを代表してお聞きしたいと思います。はい。このコースにどのような印象を持たれましたか。まずここの近くに入った時点で、まあ、周りは山と砂漠だったので、こんなところにゴルフ場あるのかなと思って、ゴルフ場に着いた瞬間の緑がすごいびっくりで、まあ、まず衝撃というか、この風景の中からこのゴルフ場めちゃくちゃ綺麗だったので、もう想像しているよりもはるかに綺麗だったのでびっくりしたんですけど、やっぱりかなり距離も長いので、6800ぐらいあるのかな、それぐらいあると思うので、まあ、かなり、まあ、難しさも求められましたし、なんだろう、コントロールも大事ですし、距離も必要だなっていうのもあるし、全部必要だなっていうのは練習ラウンド2ラウンドしてみて思いました。2つ目の質問です。先ほどラフに関して、おっしゃっていましたけども、はい、ボールがポリ隠れて上に来ないとわからないような状態になっています。はい。私も土日プレイしたんですけども、はい、結構ロストボールしまして、はい、このようなフェアウェイのファーストカットのすぐ横から非常に
深くなっているラフの対応方法および、はい、あとですね、はい、コース全体に対する戦略を教えていただけますか。特にホール的に攻める方だとか、うん、守る方だとか、うん、はい、そうですね、ラフに関してはもうその距離のクラブじゃ絶対に届かないので番手を上げるとか、もうどうしてもそのクラ長いクラブじゃ打てないと思ったらやっぱりそこはもう刻む選択肢も必要なのかなと思うので、そういう、なんだろう、臨機応変に考えていかないといけないなっていうところもあるんですけど、打ち方に関してはもう特にはそんなに変わんないかなって思ってますね。で、まあ個人的にちょっとティーショット難しいなと思ったのは6番のパー4がちょっと池がせり出してるので来てるので、あそこはドライバーで打ってもあれだし3番ウッドで打つところもちょっと難しいなと思いながら、やっぱ自分はドローヒッターなので、まあ池が若干怖いなと思ってるので、そこはまあ刻むホールはしっかり刻んでとは思ってますね。パー5もそんなに届くところはないので、1ホールだけなので、まあ、3打目を得意な距離に残してしっかりバーディーチャンスにつけてバーディーを取るっていうゴルフをしていけたらなと思ってます。最後にもう一つ質問をします。はい、トーナメントコースのグリーンは近隣に3000基弱の風力発電風車があるかことからも分かるように、はい、LA からインディオに向かって強い風が吹くため、はい、非常に目が強く、球を正面に見て右から左に強い目が走っています。はい、特に10番は、10番の傾斜はグリーン前方から後方に上がっていますが、はい、順目ですごく速くなっています。はい、で、このような、ことをグリーン上でパター練習の際に、はいはい、目の影響を感じられましたか。全くそれを知らなかったのでそこまで考えてなかったですね。考えてなかったです。そうですか。はい、目が山を正面に右から左に、はい、走ってますので気をつけてください。はい、わかりました。ありがとうございます。貴重なとんでもないです、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。プレーの際は十分に水分をとって熱中症に気をつけてください。はい、ありがとうございます。私たちはリンゴルフの視聴者とともに、渋野プロが日本人として初めてグリーンポンドに飛び込めることを、はい、心の底から願っておりますので、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you. Whoever would like to ask the next question may unmute themselves. お疲れ様です。お疲れ様です。日刊スポーツの高田です。お願いします。まず根本的に今のコンディションっていうのはどうなんですかね。2週間練習してきてちょっとずつそのショットのキレだったりスイングだったりが取り戻せてきてると思うので、まあ自分の思った球が打てたりはする回数が増えてきたなとは思ってるので、まあちょっとだけ全員よりはマシかなと思います。また、改めてなんですけどこの大会での目標といいますか。はい、あんまり自分に期待はしたくないので大きな目標というのはまだ立てれてないんですけど、やっぱりまだ今季予選通過してないので予選通過できるように頑張りたいなと思います。またちょっと失礼なんですけど、この今年入って予選が3試合通過できないということなんですけど、はいはい、それはご自身としてはどう受け止めている、どこに原因があるとかですね、どう受け止めているかお伺いしたいんですけど、やっぱりいい時もあれば悪い時もあるし、そんないい時が何年も何年も続くわけじゃないと思っているので、その予選落ちをした瞬間に関しては本当にショックなんですけど、何日か経てばやっぱりそうやって気分も切り替えて、
また次に向かって頑張れるので、やっぱりこの3試合すごい悔しい思いはしてるので、この悔しさを二度と味わわないようにやっぱり毎日毎日練習するしかないなって思ってるくらいですかね。最後にはい、この大会の結構日本人が苦戦してるかと思うんですけど、はい、どこら辺に原因があってどういうところを、気をつけて臨みたいかっていうふうに思ったりしますか。やっぱりヘアウェイキープがかなり大事だなっていうのは思いますし、距離に関してもかなり長いので、長い番手を持つ機会が多くなる分、やっぱりグリーンも止まりにくいので、かなりランも出やすいから、まあそこに関してはもうどうしようも止めれる技もまだ持ってないので、そこはやっぱりわざわざピンを狙っていくっていうリスキーなことをしないように頭を使って、まあ、真ん中からっていうのも必要になってくるなと思うので、まあ結局前衛と同じ頭を使ってゴルフをしないといけないなっていうのは思いました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you. If anyone else has any questions, they may unmute themselves. All rightI believe with that we are wrapped. Thank you very much, Hanako, for joining us. Thank you.